今回持ってきたのは昨年デビューしたばかりの新作のバラたちです。で、これね、先ほど切り花とかね、昭和の時代のバラって香りがなかった時代というのはちょっとうつらと言っておりますが、肌持ちをたどると毛穴という香りを出す線というやつをものすごく閉じることが結局香りってうまみになるんですね。でこれを逃がさないようにすることで花びらの寿命を長くしたっていうのが香りのないバラなんです。